誰だ。正解はで、やば、岡島です。背番号21番岡島匠です。宿舎とか、オフのところの選手の部分を僕が担当してたくさん取っていきたいと思います。お任せください。お疲れ様です。お疲れ様です。1日目の練習どうでしたか？楽しかったですよ。楽しかったです。誰も喋らん。すごいね。めちゃくちゃ静かになってます。コミュニケーション取っていきましょう。一番先輩がいるんで。めちゃくちゃ静かに倒せるテーブルやな。お疲れ様です。お疲れ様です。何個差？俺29。今年22です。7個差だけどグッと距離詰めて、はい、縮まりましたね。あれ詰めてくれば1万円とかは、だから1万円とかはあれでしょ。色多いかな。さすが。色多いかな。週8だから。週8色多い感に入り浸ってる人。ブルーが入ってる。いけない。すごい感覚やけど。すごいです。行きましょう。庄司くんが距離詰めてるやん。ちゃんと。誘いましたよ。ちゃんと距離詰めてる。ちょっと可愛く思えて。楽しい環境で支えてきてね。走るかな。ちょっと食べ過ぎたら走れないかもしれないんで、マッサン。一回寝ていいよ。一回いいですか。夜中起こすわ。僕はあの怖すぎて乱収ちゃんと持ってきました。体育館から。抜き打ちチェックあるから。持ってないやつはってことですよね。そうそうそう。よしよしよし。だあの乱収履いて寝とけよ。いや、はい。ってなったら急に起きて。もうだから動ける格好で寝といた方がいいですね。これは。それの方がいい。怖え。早いな。福山のオールナイトニッポンゴールド。そう、腕立てしながらやってた。何の歌かな。いつか父さんみたいに。めっちゃ恥ずかしい。やばい。めっちゃ恥ずかしい。今から何しに行きますか。これからトモキに、ヨーグルトプレゼントしていきたいと思います。お疲れ様です。トモキプレゼントしに行きました。ヨーグルト食べますか。どうぞトモキ。あげますって言っちゃってるじゃん。あげますって言っちゃってるじゃん。さっきロッカーで意気込んでたんですよ。何を。今日中村からトモキにヨーグルトあげようって言って。タイチもヨーグルト。タイチもじゃねえ。なんか追加してさ、タイチもじゃねえ。あげなしょさん、はい、大部屋ですけど大丈夫ですか。ちょっと厳しいっす。今日で最後って上がってるからいけると思います。なんとかちょっときついっす。なんとか乗り切れそうですか、今晩は。今晩乗り切れば。昨日とマジでなんか誰かうなされてさ。マジで太一も全然寝れなかったんで。多分場所的に亮太なんだけど。一番ドア近くだったから。マジで本当にうめき声です。何ですか。普通に怖くて寝れなくなった。はい、かしこまりました。店員さんがいる。ウェイトです。これは。来ました。もう奥の。店員さん。はい、お願いします。はい、かしこまりました。あれ、こっちも終わりですか。あと2個。あと2個。2人はずであります。いいよ。
回して。ありがとうございました。さっきそのと着るとちょっとお腹が。出てない。2枚着てるから。いらない。ああ、ごめん。タイチ撮ってる高さやったな。映ってない、映ってない。シューが。もうちょっと上げないと。この辺です。うん、うん。大丈夫です。頑張りましょう。体バキャバキャですけど。バキャバキャ、バキャバキャ言うてる。バキャバキャですけど、頑張ります。お疲れ様です。合宿3日間終わりました。はい。どうですか？どうです。まあでも本当に、なかなかね、チームの現状、2部連っていうのがあまりないので、すごくチームとしても、いい3日間になったんじゃないかなっていうふうに思います。ね、まあ、オーシャンカップに向けて、しっかり頑張っていきましょう。走り込み期間も含めすごく濃いトレーニングを過ごせてると思うので、はい、チームみんなで頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。中村、お疲れ様でした。